皆さんはクリスマス、毎日サプリメントの青島萌です。皆さんはクリスマスに何をしますか？私はね、思い出深いクリスマスの話があるのでちょっとしたいと思うんですけれども、これはね、去年のクリスマスの話ですね。去年のクリスマス前に私は失恋をしたんですよ。で、失恋した状態でクリスマスに一人で過ごすのはあまりにも辛すぎるみたいな、もう結構ね、そんぐらいダメージ受けてて、毎年クリスマスはまあ仕事だったりとか友達と遊んだりとか、一人で泣きながら100円ローソンのシュークリームを食べたりしてたんですけども、今年はもう乗り越えられねえと思って、なんと私が選んだ選んだ手段はですね、異国に、クリスマスの文化がない異国に飛んで、さらに飛行機で時差でクリスマスを減らすっていう作戦に出まして、去年の12月ですね、去年の12月に、まあ、クリスマスの2日前だったかな、違う、クリスマスになろうとしてる時に、まあ、時差が発生してるみたいな感じの時に飛行機に乗りまして、15時間飛行機に乗りまして、イスラム教のトルコに一人で旅立ちました。それがね、実質私の初めての一人海外旅行旅です。っていうか、海外旅行自体も初めての状態で一人で海外に行きました。しかもトルコっていうね、英語も通じないみたいな、もうね、すごいねまあ追い込まれてますよね。でもトルコに着いたら全くクリスマスで浮かれてるやつがいないんですね。あの、渋谷とか行ったらやっぱほらクリスマスソングが流れてて、街中もなんかキラ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 とねして仕上がって、カップルたちが手つないでたりとか、ブランド物の袋持ってて、お前それアベックの片方にあげるんだろみたいな感じの人たちが溢れる中、やっぱイスラム教の国なんで誰一人サンタさんの格好とかしてないんですよ。最高と思って、ちょいちょい今デパートとかにサンタさんの格好をした人はいたんですけど、格段にクリスマスムードが少ないっていう状態で、街並みも綺麗だし、それで私はもうその時とにかく追い詰められていたので、イスラム教のね人たちに混じってサリーを巻いて、であの朝と夕方にモスクっていう教会に行って、あ、お祈りをしてました。あの、今よりも状況がマシになりますようにっていうね、謙虚なお祈りをしていました。それからね、1年後、まあ今年はね、異国に飛ばずに住んでいるので、まあ良かったのかなって感じですね。まあでも、なんでしょうね、なんかこの前の話じゃないですけども、今思い返すと、なんであんなやつのこと好きだったんだろうみたいなことってよくありますよね。なんか1年前の悩みを思い返してみろって言われたら、やっぱりその恋愛のことなんですけど、2年前の今の悩みを思い返してみろって言われたら、やっぱちょっとね、覚えてないですもんね。私結構引きずる方なんですけどね、今年のねクリスマスはまあ仕事もするし、ライブもするし、友達とご飯食べ行ったりとかもするし、まあ結構ね楽しい予定があるんですけど、来年はねどうなってるんでしょうね。もしかしてもう結婚とかしてたらね、面白いですよね。来年のクリスマスはね、楽しみですね。まあイスラム教のね神様のおかげで去年よりすごいマシになってるので来年はねもっともっとマシになるといいなと思います。まあ今年はねお祈り行ってないんでね、神様がちょっと叶えてくれるか分かんないんですけどね。皆さんはクリスマス何をして過ごすのか、ぜひよかったら教えてください。モエピロデチタ、バイバイデチ。